お疲れ様です。これから辛味豆腐を作ります。結論から言います。この料理はおすすめしません。朝から夕方まで煮ます。原文ですと豆腐1丁に対して生姜を10つかみ入れるそうです。無理なので1つかみ入れます。昨日余った生姜も使います。長時間煮るのでお湯の量は3リットル。薄いかつおだしを作ります。木綿豆腐をゆっくり入れます。生姜をお玉1杯分、醤油お玉1杯分、料理酒お玉1杯分、あとはこれを10時間ほど煮込めば完成。5時間経過、水分が2リットルぐらい減る。もう限界。江戸時代は落とし蓋しかないので蓋をしました。それでももう限界。大きい鍋は無理なので小鍋に移します。無事に10時間煮込むことに成功。あとは盛り付けていただきましょう。作ってる最中に思いました。これは煮切った酒を入れて味を整えて小さい圧力釜まで1時間ぐらいで作れると思いました。いただきます。10時間煮込んだのですごい醤油で真っ黒。あれでも中には意外と色が入ってない。さて肝心のお味はと。うまくもまずくもない。生姜の風味を飛んでるしね。お酒には合うね。でもごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。待ちます、待ちます、塗ります、塗ります、待ちます、待ちます、待って塗ってます。サガンはびっくり、いや躍動感ゼロ。チャンネル登録よろしくね、よろしくね、よろしくね。